これね、あのホルモン鍋冷凍です。これはですね、チョロ吉さんというですね、僕の大好きな YouTuber さんがいるんですが、チョロ吉さんの動画でですね、非常にあこれはいいなと思ってですね、まあ、その後食べてみて、まあ、半端じゃなく美味しかったんで、まあ、今日はこのホルモン鍋をですね、食していきたいなと思います。で一応具はですね、まあ、シンプルにこれキャベツとニラですね、まあ、これをボン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 ぶっこんでですね食べます。あとカムママがですね、どうしてもお刺身が食べたいということなので、中トロか、え、中トロなの？そうだよ。すごい、中トロだってよ。この時間じゃないと買えない。まあ、そんなことでですね、これを食べてみます。じゃあですね、ちょっと開けてみて、ちょっと鍋が曲がっちゃったけど凍ってるんでね、こんな感じなんですね。まあ、ちなみに後ろこれね、スープごと凍ってるって感じ。美味しそうですね。まあ、火入れて10秒ぐらいなんですけど、こんな感じであの水が浮いてきますね。まあ、溶けてこれがね、もう丸ごとスープになってるんですけど、ちょっとね、いろいろあの正式な食べ方も何も分かんないんですが、こうキャベツとニラね、これをぶっ込んでいきたいと思います。ここ、いやー、いい匂いだな。中トロ食っちゃいます。うまっ、めっちゃくちゃうまっ。大谷行った甲斐があるよ。いただきます。スーパー大谷。ちょうどね、火を入れて3分ぐらいなんですけど、まあ、凍った部分ですね、だいたい2割ぐらいかな、火が通って溶けてきましたね。これぐらい、まあ、ちょっと一口サイズというよりもちょっと半口サイズぐらいなんだけど、ちょっと小ぶりのもつですね。あ、いいね、下の方は煮立ってきた。これさ、多分きっと売れてるんだろうね。いつもね、1個とか2個しか売ってないの。あ、そうなの。うん、で売ってる時さ、うん、100個ぐらい買い占めた方がいいよでもこれ買った時もさ、これしか売ってなかったの。ホルモンの方は溶けた段階でもうほぼ食べれると思うんですよ。もともとまあ煮込んだやつを凍らせてるから。ただ野菜は多少煮込んだ方が美味しいと思うんで、もうちょっと煮込んできます。少しね、火が通ってきたんで、ちょっとかましましょうね。いや、いいね、いい感じだね。かなりね、キャベツとニラ入れてんだけど、ね、だいぶかさが減って、鍋と同化しちゃったね。お、もう完成ですね。こんな感じで、こんな感じですね。いやー、あのね、すごく感じがいいっていうか、まあ、とにかく匂いが抜群にいいですね、うん、これすごいね。はい、じゃあどうぞ。ありがとう。はい、はい、おう、こんな感じですね。まあ一応ね、七味はまあ雷も、まあ、軽くこんな感じかな。いただきます。どれどれ、おいしい。かなりね、具沢山。これがあのホルモンですね、もつ。ちょっと一口サイズは小ぶりなんですけど、よく煮込まれてて美味しそうです。どれ、食べてみます。あ、弾力あってプルプルでね、うん、野菜もいっぱい入れてよかったら美味しいね。うん、うん、めちゃくちゃうまい。うん。